腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は5級、シナリオは曹操の台頭、選択君主は公孫さん、第18回を始めさせていただきます。前回は曹操の陳留を袁紹さんが兵数800というギリギリでなんとか落としたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、そして陳留は維持できるのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。何でしょうか。で、この部隊はもう動けるようになったのかな。まだだな。混乱足止め10日だな。かしこまりました。で、これ昇進で戻っちゃってるけど、なんとかここ入ってくれ。動きとするか。で、僕よ2万2000いるので、右岸東将いますね。で、戦費東将もいる。この2体出そう。で、この2体でこちらまで進軍しましょう。出番だな。で、結局北海に兵が戻っちゃうと。そしたらこの2体は李牧と呂将はこのまま僕を入れちゃいましょう。心得ました。いや、ダメだな。ちょっと兵の動きが遅すぎるから、ちょっと平原入れよう。で、平原から出撃で、水耕持ってる方。信長か。いいや、輸送で出そう。輸送で準受けで、運搬持ちですからね。で、兵数2万。で、金銭1万3000、兵糧6万7000を持って、僕よりちょっとね、輸送しましょう。向かうとしよう。で、決済イベント袁紹制覇。いやー、でも袁紹維持できるかな、陳留が。これで主義経験がアップですね。ほんと維持できるかな。この5000が来たら結構きついぞ。早く牧羊からね、軍が来てくれないとやばいですね。では、まずは勝敗周り見ていくから、陳留周りを見ていきましょう。出撃はしないか。諦めたな。では、あとは曹操がこのまま来るかどうか。曹操の使者ですね。まあいいでしょう。ちょっとね、今お金が減ってますからね。お、曹操戻っていく。じゃあ勝てますね。で、勝敗が耐久値半分と。あ、コローカに向かってますね。報告いたします。おっと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 、ちょっとこれとんでもないことになってないか。曹操軍が洛陽一都市になってる。袁術さん、あ、ただ袁術も六甲を孫策に、孫権に奪われてますね。ちょっとここは親善だ。袁術親密のままか。じゃあいいか。で、あー、なるほどね。ちょっと劉表と仲良くしときましょう。任せてもらおう。で、陳留には移動呼び寄せで袁家の面々入れましょう。袁紹、あとは文集元領、それと怪我しちゃってるから心配も。怪我してますね。ちょっと連れていきましょう。行ってまいろ。で、牧羊が空になったので、北海から牧羊に向けて進軍してくる可能性が高いですね。それでは進めていきましょう。勝敗から出てこないですよね。となると、お、耐久値半分。で、あとは、加工園。あー、加工園逃げちゃうかな。あー、逃げちゃった。46で逃げたか。ちょっとせめて関心をなんとか捉えたい。で、勝敗が陥落です。
これで劉備軍が滅亡と。では全員投与していきましょう。役立ちましょう。お、芝居たちが仲間になってくれましたね。であとは捕虜になってもらいましょう。聞いてください。これなんとしても馬頭より先に曹操を手に入れないと。曹操の、だって曹操やばいでしょ。曹操自身もやばいし、元々の曹操もやばいし、あの曹操のね配下の武将もやばいし、それだけじゃなくて小武将も加わってるでしょ。関心とかいるしね。でこの丁成功さんかな、この方も強いもんな。親愛武将周囲、まあそれっぽいよね。うん、であとは嘉永もいるのか。ただまあちょっと小粒っちゃ小粒かな。知力は各家がいるけど、まあちょっと小粒ですね。まあ関心とかがいるからね、まあすごい強いんですけどね。まあ馬頭軍に加わってもらっちゃ確かにちょっときついよな。馬頭がこのままどっちに進むかですね。外交親善で馬頭とは友好止まりか。心得た。ちょっとね親善しておきましょう。で、あとは親密ですね。親密でで友好と孫権ともちょっと同盟結んどっか。2万ほど持っていかせましょう。かしこまりました。で勝敗から、あ、命令書がないか、これは残念。ではちょっとね馬頭のちょっと動き見ていきましょう。これ函谷関落ちるだろう。喜べ。よしよしよし。中層、あ、長元さんいいですね。必ずやお役に立ちましょう。共に参ります。よろしくお願いいたします。手足となって働きます。お喜びください。いやー、函谷関が落ちるとまずいぞ。聞いてください。それでは任命姿勢いじっていきましょう。結構ね武将が増えましたからね。さすがにもう水軍強化できるでしょう。よし、これでレベル6、レベル8と。レベル8にする必要はないですね。レベル6で猛将になりますからね。で、あとはレベル6で猛将になったんで、あ、費用減少はいいので、命令書増加ですね。こちらの方がいいですね。これでいいでしょう。心得た。では、勝敗から出撃で、高孫さん、謙信、楽器、長雲、伝、長江、伝雲。これでいきましょう。で、高孫さんは、全員に兵均等に分けると、まあ、9000ぐらいあるとちょうどいいかな。で、謙信は軍神、楽器ももちろん軍神、長雲は眼光で、で、長江は魚鱗で、で、伝雲も眼光で出てもらいましょう。いやー、長江怖いなー。魚鱗で出てもらうか、いや眼光でいいか。眼光で短期がけが発動するかどうかなんだよな。まあいいだ、まあいいでしょう、出しましょう。で高孫さん以外はこの北条を落とした後にこちらに建設、投石台立てていきましょう。で高孫さんはこちら南の歩を落とし、まあ周囲の歩をねどんどん落とした上で、行きましょう。我に続け。であと牢屋も落としたいんだよな。牧羊から出撃でできる部署いないですね。では陳留から出撃しましょう。
優勝でいいでしょうか。で、この牢屋まで一気に行きましょう。腕が鳴るわ。いやー、ジュシュンから勝敗に攻め込んでこなければいいけどな。では進めていきましょう。まあ、ジュシュン1万3000だったらさすがに出てこないだろう。よし、3つまで一気にいった。バトへの使者ですね。よし、3つです。報告いたします。拡張をこらえましょう。次はやるとしたらこちらかな。支援かな。で、姿勢開発とこちら制作、信長使うか。これで6なので、支援の全制作文治武備で、支援の全制作が対抗棒と合わせてレベル6、全体底上げをしているので、こちらでレベル、あの施設開発レベル10と、施設開発レベル10と、あと輸送隊ですね、機動強化、こちらやっていきましょう。これでいいかな。でもな、やる必要ないっちゃやる必要ないんだよな。こんだけ開けてるんだから、ちょっと戻るか。そう、こんだけ開けてるんだから別にここやる必要ないんだよな。一応この対抗棒だって変えたっていいんだよな。三軍強化使える方いるかな。剣心か、剣心が軍師か。それ以外に三軍強化使える方いるのかな。あ、いるいる。甲武とか使えるじゃん。そしたらやってくか。で、軍師を剣心変えていきましょう。これでレベル6と。なので、レベル6で三軍強化、三軍強化、これでレベル12と。あ、もともとでできるじゃないか。これでいいじゃないか。で、軍師は対抗棒のままでいいんだ。これでいいですね。これで恐ろしいことに戦闘は全てレベル10をね、達成しますね。これでいいでしょう。それでは可否の周り見ていきましょう。任務は成功だ。お、いいですね。あとは両夫が、おお、火罠をやっているとは。報告いたします。で、牧羊から出撃で戦費レップ2万の兵を率いて勝敗に入れましょう。出番ね。それでは可否の周りの戦い見ていきましょう。出てきてもおかしくないよな、可否だったら。2万6000出てこないか。ご確認ください。ではこちらに建設砦で建てていきましょう。で、この隊たちで今の楽器の位置まで行きましょう。で、コウソンさんはね、一気に可否周辺のね、符をね、抑えようとしてくれてますね。さーて、それでは可否の周り見ていきましょう。出てこないですね。そんなに
そんなに兵力は出してないつもりなんだけどな。5万程度しか出してないからな。ご確認ください。では勝敗から出撃いたしましょう。出そうとしてるのは高村さんと仲のいいので関羽と張飛出そうかな。では感触つけていきましょう。では勝敗から出撃です。関羽と張飛で兵数最大、軍神と万人敵と芸派、こちらでいいかな。これで楽器の位置までいきましょう。関羽出陣する。で、あと問題なのは勝敗の兵が減ってることなので牧羊からまた輸送を出しましょう。それでは可否周辺見ていきましょう。2万7000だから出てきてもおかしくないですね。ご確認ください。そしたらこちら牢屋を押さえ、こちらまで押さえていきましょう。で、高村さんはこちらを押さえた後に攻撃を仕掛けましょう。さーて、それでは可否の周りを見ていきましょう。周りの負債奪ってしまえばね、この兵力で押し切ることは可能ですからね。使者が到着しました。ま、いいでしょう。よし、符を奪ったと。で、牢屋の符も次で奪えますね。報告いたします。それではもう進軍しちゃいましょう。魚鱗の部隊は全軍で可否に突っ込みましょう。何用でしょう。で、趙雲と伝与隊だけちょっとこちらでね、布陣しておきましょう。まあそれは37しか兵がいなければね、それは嵐にも来ますよね。では可否周り見ていきましょう。いいんじゃないか。お、ボルテが逃げちゃいましたね。あ、高村さんが、これは孫策と戦うしかないな。孫策じゃない、孫権ですね。で、この方確か強い人だな。なんだっけ、趙の王様だったよな。そうだよな、無礼王。能力が高いんだよな。東山警戒って確か董卓さんの戦法ですね。これですね。結構強いんですよね、董卓のそこの戦法ね。とりあえずこれでもう全軍攻撃仕掛けましょう。お、久々に孔雄さんが平原に向かって進軍してますね。まあ軍神コンビ、楽器と上杉謙信2名だけしかまだ出してないので、平原にいる信長とオフレッサ、この辺り出せますからね。オフレッサーの奉仕で、で信長が眼光で十分でしょうね。では可否の争い見ていきましょう。出てくるかな、出てこない。まあ高村さんはちょっとやられちゃうけど仕方ないですね。で、可否の周辺を魚鱗部隊で囲み終わりましたね。いかがだったでしょうか。劉備軍を壊滅させ、そしてその優秀な配下を抑えました。特にね、劉備軍にはね、もう小円爵だったり関連だったり、そして項羽だったりとね、もともと劉備軍の配下が全て優秀にもかかわらず、さらに優秀な小武将が加わったので、かなり我々の人材は充実してきております。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。